ゆるチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは、健太です。はい、緊急で動画を回しております。そうですね、そこから 1個説明していかないといけなくて、はい、今日実はゆうりと撮影だったんだけど、はい、ゆうりって最近忙しいじゃないですか、うん、で、急遽撮れないってなって、はい、仕事入っちゃったっぽくてしょうがないっつって、我らのピンチヒッターといえば編集スタッフのりょうたくん。そうですね、ヘンスターですね。そうだね、ヘンスターに日語りでもしてもらおうかなと思って、はい、連絡したわけです。はい、まあ、そしたらちょっと編集が編集スタッフなんで、そうですね、本業の方が忙しいみたいで、りょうたと同時に、はい、俺らの仲間であるザラメにも連絡したら、ね、はい、あ、私行けますみたいな、はい、何時までだったら行けますみたいな、うん、あ、じゃあ本当お願いみたいな、はい、オッケーって言って集まったんですよ、今日。はい、ちょっともうザラメさん登場してもらいましょう。お願いします。お願いします。こんにちは。はい、ザラメちゃんです。ザラメです。で、今日弾き語りやってもらおうと思ったんだよね。はい、で、何やるとか言って、うん、これにするとか言って、うん、集まった時にザラメが普通にフッてちょっと頼みます。やけどしちゃいました。やけどしちゃいました。そう、ああもう終わったって。だから緊急に来たんじゃないの。だって言われてたけど、うん、あの、りょうたさんがいると思って。ああ、そういうことね。今までの通り弾いてくれるのかなと思ったら、うん、今日いないんだよねって言われて、うん、やけどしちゃいました。やけどしちゃいました。一回ギター持ってた、うん、2本だったらゆうりチャンネル。ということでということで、はい、無理ですね、本当に。そうです、だから緊急動画だよ、本当に、はい、これは、うん、ピンチです。うん、ピンチですっつってもまあこれで一本にしちゃうかっつって、うん、一応説明してもらった方がいいんじゃない、この怪我。あ、最近心配する人いるからね。自炊してて、うん、お湯を捨て落とした時に、うん、物にかかっちゃってどんなドジっ子ね。バカじゃん。こうでしょ、だってこのままにしとけば治るかなと思って冷やしてたんですけど、うん、水ぶくれになって、はい、それを割っちゃって、水ぶくれを。あ、まずいと思って病院に行って、うん、こうなりました。なんかこう、めくれちゃってんだ。そう、うん、でもごめん、俺が気になるのはお湯捨てようと思ってこっちにかかるってどういう状況。とんでもないどっちっこしいんじゃない。全然わかんない。ここもかかったんですよ、ここも一応。ここだけじゃなくて、うん、でもここがひどかった。どういうこと。どうやってかけるの。あの、ザルに開けようと思って。ああ、ささみを茹でてて。ささみちょっと待って、言っていい。ささみは自炊に入んねえだろ。筋トレしてんの。走ったりとか筋トレとかしてる。してるんだ。体作り始まったの。うん、毎日7キロぐらい走ってます。すごい、7キロ7キロやばいね。俺が100キロマラソンの練習してた時と同じぐらい。100キロマラソンで走んの。体力つけたいなって。あ、そういうことね。どれぐらい走るの。1時間ぐらい。あー、でもゆっくり、うん、でもすごいよね、普通に7キロ走る、うん、すごい。で、ささみ食って、やけどして。やけどして。ただね、その、やけどだとね、ギター絶対できないからね。絶対できない。抑える皮膚がないってことでしょ、今。すみません、本当になって。いやいや。ゆうりチャンネル。この前、大阪行きましたね、そういえば。大阪でだいぶ仲良くなったからね。そうだね。ずっと一緒にいた感覚あるよね。確かに確かに。4日間フルで一緒にいたからね。ちょっと気づいた人もいるかもしれないけど、はい、その、俺ら路上デビューしたじゃないですか。うん。そこにザラメいましたからね。見てましたね。見に来てましたね。ね。あれ映ってたの。映ってました、うん。そうなんだ。気づかなかった。ザラメ自分のこと探しました。いや、ザラメ普通に歌ってる時に見えるじゃん。うん、なんかさ、柵のところにこうやってやってなかった。やってる。知らないふりしようと。他人のふりしようと。なんであんな黄昏れてんだろうと思って。いや、わかる。あの、髪の色で無理なのに何やってる。髪の色が目立つから、うん、こう、おとなしくしちゃった。こうやって知らないふりして、こうやってでも耳こっちなんだよ。どうでした僕たちの路上は。ゲストさん、声でかすぎて。あれさ、動画じゃ伝わってないよね、多分でかさ。まあ確かに、うん、本当にでかすぎて、うん、結構距離取っていたのに、うん、ゲントさんの声しか聞こえないぐらいってでかかった。だって、ジュンが歌ったじゃん、うん、で、俺が歌ったじゃん。その時、ちゃんと下げたからね。下げたんだ。下げた、下げた。マジ、うん、ちゃんと気遣って下げた。全然ゲントさんの声聞いた。やばいね。よかった。特技が1個増えました。声量がでかい。ゆりとどう入り合うかだよね。そうだね、声量でいったらね。ゆりの動画の時も結構でかかったです。確かに。あ確かに確かに。ザラメも声でかいもんね、だって、うん、ザラメもでかいけど、負けました。負けたね、ちょっと唯一。それは大阪初日だね。そうで、まあオープニングアクト出てもらって、ね、2日間出て、うん、それも俺らで撮ってね。そうだね。そして、4日目。4日目まあ、路上こっち見に来てくれたから返すという意味で。そういうことだったの。そうだね。大阪で路上やったんですよね。人が、うん、
思ってた倍以上来てくれて、すごかったね。すごかったから、こう財務も頑張ろうと思って、うん、一生懸命やろうとしたけど、暑すぎて、うん、もうなんか震えてきちゃって、手が。暑すぎるよね、人間って震えない。熱中症みたいになっちゃって。熱中症じゃん、それ。あの時やばくて、うん、でもなんか大阪のみんなすごい優しくて、うん、あの扇風機こうやって当ててくれたり、ね、冷たいのくれたりして、うん、なんとかなんとか大丈夫でした。楽しかったです、めっちゃ。あ、彼女はズルをしました。何ですか？何？あの路上始まる前の話しないといけないんじゃないの？あ、それだ。待って、それさ、誤解してる人もいるんだよ。なんかそれちょっと一回言いました、ね。一回ちょっと自分の口がない話したほうがいいんじゃない？健太さんとか淳さん来るの分からなくて、うん、ね、先にこうザラメは路上行ってきますって言ったんです。うん、で準備し始めて、わ人やばいと思って、うん、急いで準備しようと思ったら、マイクないと思って。そうなんですよ。あの路上ライブ行くのにマイク忘れたんだよ。でマイク忘れて、うん、健太さんにすいませんマイク忘れましたありますかって言ったしたら、うん、急いで持ってきてくれて路上ライブ始まんなかったんだよ。始まんなかったずっと傘差しながら待機して息揚々と言ったんだよ。俺らの路上ライブの動画出てたじゃん、うん、あれザラメちゃんのそのアンプとかマイク使ってますかみたいな機材借りたんだよね、うん、これでザラメちゃんの路上ライブ遅れたんだみたいなコメントあって、違います、ちょっと訂正させてください。訂正させてください。すみません、なんか自分のせいです。めっちゃ笑ったけどね。いや、やばかったです、マジで。そうだよね、だってたまたまラッキーで俺らいたけど、その勢いだったら、ザラも一回中止ですみたいな。一回すみません。確かに、一回すみません。だったら終わってたのに。この人数待たせることもない。ホテルの床でポトッと落ちてる。ゆりチャンネル。ちょっと話戻すけど、その路上ですよ。はい、とりあえず人がすごかったね。すごかった、本当に過去一集まってた。あ、マジ？初大阪でしょ。初大阪、あ、とんでもなかったよね、暑さが。なんかちょうど多分ゲリラ豪雨みたいな降って、うん、すぐだったから湿気が多分 100% ぐらいだったよ、ね、100% のカンカンの西日みたいな、ね、ここ数年で一番汗かけました、あの日。いや、本当にね、やばかった、ね、本当にやばかった、ね、やばかったです、マジで。健太さん、どっから汗流れてくるかわからないぐらい流れてくる、うん、その冗談抜きで全身スラムダンクとかでさ、うん、ユニフォーム絞ったらピシャーみたいな、うん、もう全然あれ、あのレベル本当にね、めちゃくちゃだった。本当にそうだった。でもみんな優しかったよ、うん、かそれ使ってくださいとか、うん、なんかタオルくれたりとかして、飲み物くれたりくれたりね。ありがとうございます、ありがとうございます。楽しかったです、大阪、はい、というので、なんか意外と絆が深まっていろいろあったからね。一応ライブ見に、見に付き合ったしお互いにね、お互いに、あと酒も飲みましたからね。飲んだね。一杯ぐらい飲むかとか言って、はい、そういう飲んだ会とかおっしゃって、なんだかんだ仲良くなってはきて。結構仲が。あれ結構何飲んだんだっけ？カシスオレンジとメロンソーダみたいな。うん、一発目カシスオレンジですよね、うん。これでちょっとバクの歌の深みが。ゆりチャンネル。今もう怪我しちゃってんじゃん。うん、路上ライブもしばらくできないの。この後にあの箱ライブがあって、わっ、それ、そうだ、そう、それが大事だから、ね、そうだ、それまではお休みしようかな。そうだね、確かにできないもんね。緊急事態です。緊急事態だね、やばいやばい。路上ライブギターないと本当に、あ、アカペラがあるぞ。強かったですね、うん、あのアカペラ、なんか音聞こえてきましたもん。あ、なんでしょう。もし真似していいよ。本当聞こえなかった、俺は。俺は聞こえなかった。ジャジャって言う。コライブまでは路上やらないですけど、うん、コライブ終わった後も結構いっぱい路上いろんなとこ行くんで、よろしくお願いします。お願いします。いいですね、箱ライブっていう感じも。県外とかも行くんで。あ、マジ県外行きます。ザラメの旅が始まるんです。大丈夫、俺らいなくて。マイク忘れたらどうですか。とりあえず今は、ああ、いいね、決まってます、はい、いいですね、行ってください、ぜひ、ぜひ、ぜひ。まあそんな感じで今日の動画は終わりますか。はい、はい、じゃあチャンネル登録とグッドは忘れてください。皆さんまたさ。チャンネル登録お願いします。